24時間先からハローハローって僕を呼ぶ声がする。さあ皆さん、7時になっちゃった、始めなきゃということで、こんばんは。皆さん、もうご覧になっている方がもう10人もいらっしゃるんだね。ありがとうございます。お名前だけ見えてますけど、皆さんの姿形は見えてませんので、ザラーっとした格好で見ていただければ全然 OK です。ということで、24時間コーチング始まりです。さて、オープニングはですね、何も実は用意してないみたいな、ちょっとダラダラやろうかなと思ってるわけなんですけど、 C1 グランプリがね、いよいよ30分後に始まるということで、さっきも打ち合わせを一生懸命やってたんですけど、それの前座だと思っていただいてですね、皆さんも私と一緒にですね、少しこう体温一緒に上げていく感じで関わってくださると嬉しいかなというふうに思ってます。はい。でこれ Zoom でやる、もう17人も見てくださってる、すごいありがとうございます。みんな こんばんは。24時間一緒にお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思ってます。さあ、この放送はですね、もう前代未聞ですよね、24時間コーチングという Zoom のウェビナーでやる、24時間放送という、多分誰もやったことがないというか、誰もやる気にならないような、ちょっと言葉悪く言うとおバカなコンテンツをですね、もうなんだろうな、とても真面目に取り組んでみんなで作っていこうみたいな、そんな番組をね、24時間やってみようということなんですけど、本家のあちらとは違って、特にチャリティーとかそういうことではないので、楽しく皆さんと一緒にコーチングをテーマに、ずっと24時間ですね、ずっとコーチングという番組をつないでいったら、どんな風に、皆さんと一緒に楽しめるのかということをやってみたいみたいなことを思っている番組だったりします。はい。なので、皆さんはきっとこの Zoom ウェビナーはね、出たり入ったりできるので、そういう意味では好きな番組を選んで、見てくださればいいかなというふうに思います。番組表はね、私のノートで公開をしていますので、そのノートの方から、どの番組見たいなっていうのを選んでもらえればいいよねというふうに思ってます。はい。ということで、まあ、トップバッターはね、 C1 グランプリなんですけど、これはもうね、第3回目ということで、前回も前々回も見てくださった方もいっぱいいると思うんですけど、それの、第3回目なのできっと盛り上がるはずなんですけど、その前の時間で きっとね、番組がそれぞれ始まっていくと、なぜこの番組を、まあ、24時間放送みたいなことを私がやろうと思ったのかみたいなことってきっと語ってるようなね、チャンスがなくなっちゃうかもしれないので、その辺ちょっと語ってみようかなと思うんですけど、そう、私この群馬県というところに住んで、群馬県の前橋市あたりに住んでるんですけど、田舎なんですけど、関係ないですね。スタッフが来てですね、打ち合わせしてる間に私ちょっとトイレに立って、トイレに行くみたいなタイミングがあったんですけど、そこで、ちょっと外して、思考を外した瞬間にですね、あ、なんか24時間テレビコーチングやりたいとか急になんか降ってきましてね。それで、お、やりたいかもと思って、戻って打ち合わせに戻ったんだけど、それで24時間テレビみたいなのやりたいんだけど、やる?って言ったら、そこにいた二人も即決即答でやります。みたいなことだったので、じゃあやるかみたいな、本当にこう何の気なしに決まっちゃうみたいなね。そんな感じだったわけですよ。うん、なので、ここまでこう今もね、30人見てくださってる、ありがとうございます。はい、嬉しい。なんかお名前見てるだけでなんかとても嬉しい名前がいっぱいある、嬉しい。で、まあそんなことなんですけど、そうすると、こんなにね、こう大きなこうイベントになるなんて思ってなくて、なんか我々うちわで楽しんじゃえばそれでいいよね、なんかちょっとお祭りっぽいじゃんみたいなことでやろうと思ったら、それがどんどんこう、なんだろう、形になっていくっていうのを経験して、私自身が一番驚いてるみたいなね、そんなことなんです。なので、私のモットーとしてはね、こう新しいもの、誰もやってないことを、どんどんやっていく、みたいなことをご主義主張としているので、そこに向けてね、今回もなんか一石投じられたらいいかなというふうに思っているんですね。ということで、あと何話すんだ、これ。はい、あとね、20分ぐらいあるんだって。
で、その中で、実際に、やろうとして、あそこにこう交番表って言って番組表の各番にホワイトボードに書いてるんですけど、何やろうかみたいなことをこう、そうね、ちょっとコーチング業界全体に話しかけるみたいなことは残念ながらできなかったんですけど、なんか背景が汚いなって一緒に思いや、話しかけできなかったんですけど、私の周りで関わってくださってるコーチ、たちね、の人たちと一緒に、何の話をするの？そう、やろうよっていう話をしたんですけど、その中でね、こう協力してくれる人たちがいっぱい出てきてっていうような、こと、があったの？誰だ？なんか来た。喋ろうとしてる？ミュートになってるけど。もう生だね。24時間生テレビ。違う違う。小松恵子が来た。すごいね。誰もやろうとしてないことをやっちゃうんだ。やるやる。24時間でしょ。うん。急に来たね。急に入るのが得意なんで。誰だとかみんな思ってんじゃないの。ね。はい。コーチの友松と申します。今日は C1 の方でね、審査員を。ちょろっとかじらせてもらおうかなと思ってるんですけど、ね、はい、かじらせてもらう。ちなみにさ、これって24時間ってことは、何を意識してんの？何を意識してんだろうね。最後にサライを歌う。サライを歌う。そんなことはね。あ、歌う？歌それじゃあ本当にマネじゃん。やっぱね、24時間といえばテレビだよね。だよね。そう、最初のツイート間違えて24時間テレビとか書いちゃった。あ、書いちゃったんだ。違いますね。あ、そうでしたみたいな。そう、やっぱ誰もやったことないだろうと思って、これは24時間コーチング誰もやってない、やろうっていうの、すごい、ちょっとすいません、おバカなんで。ズームマラソンだよね。本当に聞いたことないもんね、24時間。そう。まあ、誰かがやる前にやろうと思ったんだけど、多分誰もやらない。から、そんな心配はなかったかなとか、やり始めてからちょっと思ったみたいな。ちなみにこれ、何、24時間やるけど、番組数はどれぐらいあんの？番組数ね、数えてないんだけどさ、何個あんだろうね。C1 でしょ、ラジオでしょ、英語でしょ、知らない世界でしょ、で、マラソンでしょ、ショッピング、それから完コピ講座、ファシリテーション、忍者、アッパレー、コチンクリニックプロ3って。お、12個。おぉ、12。結構あるね。すごいね。ねえ。今からね、視聴者の人も皆さん24時間、走り続けるぞ、12個みたいな。嘘みたいな。私は寝たい。そうだね。きっとさ、これ視聴してくれてる人もさ、これ、チャットみたいなやつって書けたりするんだよ。あ、書けるんだ。皆様っていうのを選ぶと、私たちだけじゃなくて、見てる人全員に向けて、なんかこう、面白いとか、もっとこれ言えとかいうの多分言えるので、もししたい方はぜひどうぞ。合成ではありません、これさ、ズームウェビナーだから皆さんに見えるのかな。見えるんだね、きっとね。今ね、43人の人が見てくれてる。お、すごい、わーい、すごいいっぱい入ってんね。多いね。ね、共同ホストにしたら多分そういうの見えるんだろうかな。共同ホストにしてみよう。はい。はい。ち。で、友松さんは何しに来たの？お、祭りだ。いや、わかんないんだけどさ、なんか、あ、いいの？これ、リアルに言っちゃって。なんかさ、2日前ぐらいにさ、こんなのやるんで、ちょっと冒頭切ってくださいみたいなメッセージが。かわいい大野ちゃんから来てさ、いいよーみたいな、何するかわかんないけどみたいな。
でもさ、こうね、結構チェックしてる人もいれば、私みたいにさ、うん、なんか、うん、まあ面白そうだからとりあえず入っちゃったみたいな人もいるじゃない。いる、うん、うん、さあ、なんで、まあこのね、冒頭ではきっとケンちゃんにちょっと24時間こ何のコーチング、コーチング、うん、のちょっといいとこ聞いてみたいみたいな。ちょっといいとこ誰にとって誰得ないいとこなんだろうな。私にとってのいいところは、うん、もういいとこ取りいっぱいしちゃってるんですけど、なんかすごい仲間集めになったし、イエイイエイ、なんかこう番組作ろうって言って一緒にさ話すみたいな、こう共通の話題持って話すっていうのがあったから、なんかこう一緒に取り組むプロジェクトがいっぱい走ってて、そこで関係してくれてる人がなんかすごい、なんかガッとこうタッグ組んでるような感じになったから、なんかすごい楽しいよね。そうか、こうやって何かをすみませんぶち上げると人がさ、こうつながりやすいんだなと思って、うん、この時点でもう誰とかってと私なんですけど、うん、でもさ、それがなんかこう何の話してんだっけ今よくわかんないけどケンちゃんにとって今回のやつがいいこと、うん、みんなにとってもさ、なんかやっぱりつながってコーチたち、うん、もうちょっとね一般消費者までさこう広がっていくといいけど、それもうちょっと後の話だと思うので、うん、コーチがまたぐーっと寄り合って、なんかこう、あ、コーチングってこんなんだったよねとか、自分のやってることってこういうことかとか、あるいはこんな人がいるんだとかさ、そんなのこう学び合いながら、こう手取り合いながらみたいな場ができそうで、うんうん、なんかね、すごくいいなーって思ってる。なんか視聴者の人にとっては、なんか今回はどんないいことがありそうな感じ？今回はね、うん、林健太郎のやってることは何なんだっていうことが分かんなかった人たちいっぱいいると思うんですよ、うん、なんか学校みたいにやっててなんか気にはなるんだけど、うん、でもちょっとなとか思ってる人たちにとっては全部見せちゃいますっていうところ。あ、なんといいもの見えちゃうんだ。見えちゃう、もう丸々見せちゃいます。丸々見せちゃう。っていうコンテンツがいくつかあるでしょ。うん、うん。あとはコーチ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。どういうコンテンツが丸々見せちゃうコンテンツなの？丸々見せちゃうのはね、明日コーチング忍者っていう私のやってる講座の、まあ、超ベーシックなコーチングの講座があるんですけど、うんうん、それの初日でやる講義全部見せます。へえ、お得。それがね、何時からとかというとね、朝9時。朝9時、うん、で午後1時からは、毎週土曜日午後1時からといえばコーチングクリニックプロなわけですね。お、私のやってるメインの、うん、こう超絶コーチング上手くなっちゃうコストコみたいな場所コストコなんだそう、あのプロが仕入れに来る場所ね。なるほどなるほど。これも門外不出だったんだけど、うんうん、あの例 の, あの超人気なコウタ君の動画を見て授業をいつも通りする。おお、やっちゃうやっちゃう、リアルにやっちゃう、リアルにやっちゃう。私が教えてお金払って参加してくれてる受講生が受けてて、それを視聴者の皆さん見れる。なんとすごくない？得ね、なんとお得。あ、だからといって今日もう寝ちゃおうとかなしですよ皆さんそうね、このあと、ね、C1 があるんだけど、 C1 はねぜひ見てほしいよね、やっぱし ね、うん、コーチングってエンタメ要素が必要なんじゃないかっていうのを、うん、私だけ声高に言ってるので、うん、その真髄をちょっとお見せしたいなと、うん、いうことを言うと今から出る講師たちはだいぶ緊張するのかなね、お笑い M1 みたいなイメージなんですけどね、お笑いもさ別にランキングしなくてもいいんだけど、ランキングしてみたみたいな感じであれは始まったっぽいんだけど、うん、そんな感じでコーチングもなんか面白いがあってもいいんじゃないかな ね、うん、っていう番組が C1 でしょ。あとあっぱれっていうのが明日の10時半、朝。おお、10時半、うん、で忍者が終わったと、うん、で最終的にヘロヘロになった私が、100人切りみたいなのに挑むのが明日の大喜利
大喜利の後なので夕方にさ、なんかこう変わる変わるクライアントさんが出てきて、私がそこに向かって矢継ぎ早にコーチングするっていうコンテンツ。そういうのもあるな。はい、そこで私は3手しか使えないんで、3回しか働きかけができないっていう制約がある中で、うん、うまくやれんのかっていう、ちょっと私のチャレンジも入ってます。お、それも楽しそうだね。いやでも45人も見てくれてすごい。うん、本当。嬉しい。これさ、うん、皆さん24時間コーチング見てるけど、どうなんだろう、これ24時間みんな見るわけじゃないよね。なんかそしたらさ、やっぱりこういう人にはここがを見てほしいとか、そういうのもある？現状的に。その質問はちょっとドキッとするね。全部見てほしいんだけどね。けどね。けどね。な、うーん、コーチングクリニックプロは見に来た方がいいと思うよ。っていうと普通だね。うん、コーチング上手くなりたい人は見に来た方がいいと思うな。でも一番きっと面白かろうやつは朝6時なんじゃないの。何何朝6時。ジャパネットなんとかみたいな番組。そういうのがあるんだ。何売ってくれるんだろう。なんかすごいお得な商品が出るらしくて、うん、なんかセッションとか買えるのかな。そんなようなことを 言っちゃダメって言われてるんで、うん、なんかお得な商品が出るらしいです。もうちょっと安くとかいう人もそれもありなんだ。ちょっとジャパネットなんとかだったり、有名グループみたいだったり、なんかわかんないけど、ちょっとテレビショッピングやってみようみたいなこと思ってます。もうなんか盛りだくさんでね、ほんと。そうね。いや、よくこんなに番組を作れたわ。ね、これいつから仕込んでんのっていうのを聞いてもいいのかな。これ1ヶ月ぐらいだと思うけど。すごいね。1ヶ月で12個まるまる仕込んだみたいな。不思議なことにトントン拍子で進みまして、うんうん、いろんな人が協力してくれて、うんうん、でなんか八起さんなんかさ、うん、いや24時間番組にはマラソンが必要でしょって言って、あ、そうそうそう、私もそれはどうするんだろうなと思って、コーチングマラソンを本編に映らない時間からやってくれるのに。自由にこう C1 の審査員だからさ、ヤオキさんさ、終わったらすぐ準備して、で自分の YouTube チャンネルでコーチングマラソン始め20何人かやりますみたいな感じなんだけど。お姉さんは面白いね本当に、走ってる感じなんだけどさ、こうたまにしか中継しないじゃん24時間テレビ、こんな感じでさ、我々の 本編の方では朝4時から6時までの2時間を中継生放送。こ、来た。朝4時から6時に。6時に。来てるんですよ。それすごいよね。クライアントもすごいよね。すごい。すごいわ、ね。盛りだくさんです。盛りだくさんだね。いや、マラソンはね、本当思ってたよ。どうすんのかな。誰が走るのかな。こうリアルで走るのかなみたいな。やってくれましたね。すごいよね。うん、なんで目白押しなんです、うん、なんか今半分ぐらいだけど、まだそれ以外にもあるってことでしょ。まだいっぱいあるわね、うん、でなんか英語でコーチングナイトっていう。おお、なんだそれは。私が英語でコーチングをしてる姿を見たい人は必見です。おお、これね、英語でコーチング見たことない
うん、それがね、夜です、深夜1時です。わお。なんで C1 終わったら今度ラジオ番組があってですね、うん、その後で英語でコーチングナイトがあって、で2時から4時という深い深夜時間は私が欠席裁判でいろいろ言われるっていう。で朝を迎えるとショッピングやった後に、うん、林健太郎完コピ講座っていうのが1個あって、うん、であとファシリテーション学びたい人は来た方がいいよっていうのが8時台にあって、うん、みたいな感じかな。それで全部かな。わお、すごくない？ちょっとね、すごいね、うん、これうつろになりながら見るのかな、みんな。見てほしい。一応録画してるので、うん、この録画を24時間続けてズームで終わった後に処理したらどうなるのかわからないんですけど。そうどうなるんだろうね、撮れるのかな。だけど3時間ぐらいはねやったことあるけどね、わかんないんだけど、もしうまく撮れていたら、うん、アーカイブで有料で後から見れるように整備します。おいいね、それも楽しみ、ね、うん、取って出しだとしてもクオリティチェックするのに編集ソフトに入れたら24時間かかるんですよ。非常に誰もやんないよね、そんなことね、うん、でこれ無料放送なんです。だから なんでその作業量みたいな。異様にさ、私の背景だってさ、なんかちゃんとね、うん、作り込んでくれて、こんな無料なのにこんななって。もうなんかやっぱりこういう時代なんだと思うんです。おう、コーチングもね、うん、世の中もね、うん、その面白く無料で見れるっていうところがないと、なんかこうその後ろに入ってきてくれないっていうかね、うんうん、そんな時代なんだと思う、うん、まあね、情報がねいっぱいあるからね、やっぱり、うん、その味見ができないとね、そんないいかどうかは分かんないもんね、うん、なんかさ、それでこうお笑いとかもそうなのかもしれないけど、今だって YouTube とかで見れるじゃない、うん、ネタも、うん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 、なんだけどネタ見て面白いと思ってお金払って劇場に行って同じネタをやってくれたら、あ、やってくれたとか言ってお金払って喜んでるお客さんとかいるわけじゃない、いるいる、うん、だから今そういうことなんだなと思って、うんうん、その見せないっていうことじゃなくて見せて同じのをもう一回見に来るみたいなことが、うん、もしかしたらこう大事なのかなとかね、うん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 、私もライブ行こうと思うの絶対そうだもんね、うん、だいぶとさ YouTube でさ聞いてからさ、うん、あ、じゃあちょっと横浜行きますか、ゼップ横浜みたいなね、こんな風だよね、ね、うん、そうなんです。メッセージとかも来てて嬉しいんですけど、多分読めません、今は。チラッとめっちゃ応援してますみたいなの来てますね。そうですね、ここでこのズームもチャット読めるね、私の携帯に来てるメッセージはすいません、うん、後で読ませていただきます。めっちゃ応援してます、わーい、楽しみにしてました、祭りだーとか書いてくださってますね、うん、メッセージはいつでも募集中です、いつでも募集中です。あとさ、けんちゃんコーナーがさ残り7分ぐらいになってきたんだけどさ、うん、なんかこう言い残してることとかないの？ちょっとあと1分で CM なので。そう、25分で終わって CM に行って C1 なので。あ、そうか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 、 CM も作ったんだぜ自分で。すげえ。何言ってんだかね、さすが動画マニア。全くだ、動画編集屋さんになってました今月ね。まあでもなんだろうな、初めてのやつがやっぱ一番こう朴突で面白いだろうってさ、うん、これ保存版よね、保存版だと思います。だんだんねこう整備されて、うん、やるとしてもさ、なんかもうちょっと洗練されちゃうと思うので、このこう朴突のやつを今度多分今年限りだと思います、うん、
でもなんか時間だね、24時間テレビ見てたらさ、最後オープニング何やってんだろうと思ったら大体歌ってんの。おー、全然ジャニーズ歌えなかったね。ジャニーズが歌ってんだけどさ、それダメだ、うん、第1回は違うだろうと思って見たら、そのピンクレディが歌ってました。同じだった。同じやん、テイストはね。だからランランランみたいな。ということで、はい、なんか C1 らしいので、うん、と我々準備しましょうか。はい、はい、じゃあ CM どうぞ。 CM です。はい、じゃあ画面オフにしていただいてって感じです。我々ポチ24時間先からハローハローって僕を呼ぶ声がする。